今日のお話はあんたらみんな嘘つきだっていう話です。こんにちは、神戸メンタルサービスの平です。今日も動画を見ていただきましてありがとうございます。今日のお話はあんたらみんな嘘つきだっていう話です。何をおっしゃいますか。もう本当に私なんか正直者で通ってますよ。そんなあなたもダメ。そしてその嘘つきが男女関係や恋愛がうまくいかない理由になってるんですよという話です。さてと、今日あなたは大好きなダーリンと新婚旅行から帰ってきてラブラブな状態だと思ってくださいね。そして彼が急にあなたに宣言をするんです。君と結婚をしたわけなんだけれども、来年、いや再来年までにはきっと二人の赤ちゃんができるだろう。しかしながら残念なことに、このままの私の稼ぎでは一向にマンション、いやできたら一戸建てが欲しいんだけれども買える気配はない。そこで私は今日、いや明日から残業の鬼になる。働いて頭金を貯めたいんだって宣言をし、そして彼がもう残業の鬼になったと思ってください。会社の課長や部長も大喜びですね。はあ、やる気になってくれてるようだな。そしてあなたも、ありがとうございますくらいしか言えませんよね。でも本当はあなたは、いやそれもそうなんだけど、もうちょっと新婚時代はイチャイチャとかしてもいいんじゃないのっていうふうに思いますし、お友達にこの話をしたと思ってくださいね。私のダーリンが、私たちまあね、将来は赤ちゃんができたらそのためにマンション、いや郊外に一戸建ての家を建てたいの。ちっちゃい家でもいいのよ。庭にはブランコがあって家を買うのみたいな、三井のリハウスみたいなことを言うのよ。とするとあなたのお友達は全員きっとこう言われるでしょうね。いい旦那様じゃないの。であなたはまた言えなくなっちゃうんです。寂しいなってこと。そしてそんなことをすること3ヶ月、ある日突然彼から電話がかかってくるんですね。あのさ、今日なんか仕事が全部片付いちゃってさ、他することもないので早く帰ろうと思うんだよね。でさ、君の手料理が食べたいんだよね。もう10分か15分したら会社出るからよろしくね、なんていう電話です。やったー、あなたは大喜びです。さあまずは買い物から行かないといけないわね。ニンニクも買っとかないとね。おーっと、生きのいいスポンがあるからこれも買っとこう。山芋もおろさないといけないし、ニラも山のようにはー。で、あなたはウキウキルンルンです。一方彼はさあ帰ろうかなと思ったその矢先に、課長が山のような仕事を持って、あ、平君いた、助かったよ、これ今日中に仕上げなきゃいけないんだけど手伝ってくれるよねって言うんです。だって最近あなたはもう仕事の鬼という意味を取っておりますから、当然手伝ってくれるだろうねっていう扱い。あなたも、あ、はい、もちろんですよって言うしかありません。
もちろん心の中ではもう5分前に帰っときゃよかった、なんで家に電話する前にしてくんねえんだよとは思いますけれども、なかなか当然ながら奥さんに電話しなきゃいけないなというふうには思いますが、電話しにくいですよね。だってきっと喜んでるだろうしみたいな。で携帯に電話してみたりするんですけど、なんか出ないんですよね。奥さん喜びすぎて携帯忘れてお買い物に行ってたりする。まあ LINE でもしときゃいいんですけど、こういうのはちょっとやっぱ直接じゃないとね、なんて思っているような時、心理状態では皆さんに置き換えるとこんなことかもしれませんかね。なんか友達と遊びすぎてお母さんにいい加減にしなさいよ、もう今日ぐらい早く帰ってくださいって言われたにもかかわらず、お友達から最高のメンツでカラオケ行かないなんてあなたにお誘いが来たりする。今日は無理と思いきや一曲だけよって言ってしまえば、一曲が二曲、二曲が三曲ぐらいになった時に、もういいか家帰って土下座じゃみたいな、あんな案件です。どうしようなんて思ってる間に奥さんはルンルルンルルンルン、あれおかしいわね、そろそろ帰ってこなきゃいけないのにまだ帰っ、花束かな。最近僕は仕事ばかりで忙しくして君を寂しくさせたね、なんて花束でも買ってくれるのかしら。人間も不思議なんですけれども、ポジティブな時ってあくまでも思考はポジティブなんですね。ほんでそれにしても遅すぎるわね、1時間はもう、ああスイート、結婚3ヶ月目指輪、いつも君には寂しい思いをさせて申し訳ない、僕の愛の気持ちを受け取ってほしい。指輪？もうあくまであなたはポジティブです。がしかし、2時間を超える頃には、どういうことよ。一方、旦那さんは旦那さんで、課長がトイレでも行ってる間に電話しようと思うんですけど、そんな時の課長は絶対トイレには行きませんから、途中でもういっか帰って土下座で、奥様は奥様でやりやがったな、期待して裏切られて頼みだ。一方旦那さんはようやく11過ぎにお疲れ様、旦那さんの気分はもはや屠殺場に向かう牛のようなものですよね。もう歩く BGM がドナドナドナ、キリスト教徒でもなくどのような人でもここでは思わず十字を切って寝といてくれ。しかしこんな気分のまま寝られる奥さんはいませんから、やりやがったな、玄関で仁王立ち状態でピンポン。さてここで質問です。今日は国民の祝日、感情に嘘をついてはいけない、そしてあなたのお宅がモニターに選ばれ、一度でも感情に嘘をついたとしたらあなたは市民権剥奪。さあここで帰ってきた旦那にあなたは嘘をつけませんよ、なんて言いますか。これが今日の質問です。
なんて言います？ほとんどの皆さんはこう言います。ちょっとどういうわけ、電話の一本もできなかったわけ、どういうことか説明してもらおうじゃないのって感じでしょうか。しかしながらこれは日本国民のアンケートで2位です。正直じゃないの感情にと思われるかもしれませんが2位です。平和憲法を守る日本人の第1位はこれです。あら、お早いお帰りですこと、嫌み、まあ、これが主流派なんですね、日本の。ちなみに第3位はですね、もっともっと平和憲法を遵守するタイプですから、私が電話があったと思うというのは、あれは私の幻聴幻覚、私の思いが見せてきた幻想だったんだわ。そう思う、そう思うことがうちの平和よというタイプが第3位ですね。まあ、将来的にはいろいろ都合の悪いことを認知しないからもっと大きな問題になるかもしれませんが、この1番2番3番、特に何時だと思ってんだよ、すっごい正直なコミュニケーションだと思うでしょ。ブー、これは感情に嘘をついています。何を言うのよ、正直じゃないのと思う皆さん、いいえ、間違ってます。感情に正直だということはこういうことじゃないですか。ずっと寂しかったのよ私、あなたが結婚式の新婚旅行の次の日に家を買うんだ宣言して毎晩残業の間ずっと寂しかったの。今日電話がかかってきてすっごい嬉しかった。久しぶりにご飯を食べながらいっちゃいっちゃチューとかできるかなと思ってたんだけど、なんか電話もないし、私ってすんごいあなたに嫌われてるとか、ずっとこんな思いで、あと数ヶ月、ひょっとしたら一生こんな寂しい思いで暮らさなきゃいけないんじゃないかなと思ったのよっていうのが正直な感情のコミュニケーションじゃないですかね。でも残念ながら皆さんは嘘つきですから、寂しかやんからいわ別にって思うんですよね。そして寂しいっていうコミュニケーションの代わりに、どういうことよってあなたの彼が言うんです。いや実はな、帰ろうと思っていた時に課長がこんなに残業を持ってきて、あれこうでな、お前に一度は電話したんだぞ、見てくれ、着信履歴があるはずだ。え、そしてこうでこうでな、課長がここにいるのに、いやいや急にな、課長が帰ってきてさ、急に残業だって言うから断れねえだろ。ああ課長って、課長のすぐ横で電話できねえだろうよ、トイレも行かねえしってちゃんと正直にお話しして、そうか、だったらしょうがないわねって思えま、せんよね。だったとしてもこっそり LINE 打つとかなんかあったでしょうねって許せなくなっちゃいます。そして皆さんがここでダダをこねている、そしてご主人は30分間はあなたに平謝りなんですが、これをやっているとですね、まあ平均で30分、忍耐強い人で1時間後にはこうなります。おい、俺は何のために今日最近ずっと遅いんだったっけ？いや、私たちの家を買うためです。それはいいことなのかな、悪いことなのかな？俺はキャバクラに行った、なんかで遊んでてお前に怒られ叱られるならわかる。今日も確かにお前に寂しい思いをしたかもしれないが、その分残業代で二人の夢を叶えてこんなに頑張っている
俺にどういうことなんだって逆ギーでされてしまいます。そうすると今度はあなたはどういうことよみたいな話になって、もうめちゃくちゃになっちゃうわけですよね。どこでもあるあるです。でももしあなたが感情に素直に本当に寂しかったって伝えることができたら、彼はえ？そうなの？今の時間からでもごめんねってラブラブすることもできるし、私は家よりももっとあなたにいてほしい、まあできたら3日はいてもらって3日は残業してもらいたいなんていうこともちゃんとコミュニケーションできるかもしれません。皆さんはどっかで必ずまあいっか私さえ我慢すれば、男性の皆さんであればまあいっか俺さえ我慢すればと思っていらっしゃいますが、我慢して我慢して我慢して我慢すると必ず大爆発になってしまいます。できるだけ我慢せずに早めにコミュニケーションすると怒りを伴わずに喋れます。日本人は本当にコミュニケーションが下手だというふうに言われていますが、次回はどのようにコミュニケーションすればうまくいくのかをお話ししましょうね。さあ今日はこれで終わります。今日もし面白かったなと思う人はグッドボタンをよろしくお願いします。チャンネル登録をまだ済ませていらっしゃらない皆さんはチャンネル登録よろしくお願いしますね。ではまたお会いしましょう。今日はありがとうございました。